ホセデリベーラ作、モーセ、十回が書かれた石板を持つモーセが描かれている。モーセの十回は、モーセが神から与えられたとされる十の解律のこと。旧約聖書ので、エジプト記二十章三節から十七節、新明記五章七節から二十一節に書かれており、エジプト出発の後に、モーセが、シナイ山にて、神より授かったと記されている。十回の内容は、 神の意志が記されたものであり、モーセが十回そのものを考え出し、自らもしくは他者に記させたものではない、とされている。で、エジプト基本文では、神が民全体に語りかけたがそれが民をあまりにも脅かしたためモーセが代表者として神に使わされた、とされる。死内契約、または単に十回とも呼ばれる。二枚の石板からなり、二度神から渡されている。 最初に、モーセが受け取ったものは、モーセ自身が叩き割っている。主が、唯一の神であること偶像を作ってはならない、こと神の名をりに唱えてはならないこと安息日を、守ること不母を敬うこと殺人をしてはいけない、こと簡易をしてはいけないこと盗んではいけない、こと隣人について偽証してはいけないこと隣人の、財産を貪ってはいけないこと一から四までは、神と人との関係であり、 5から10までは、人と人に関する項目である。ユダヤ教の安息日は土曜日であるが、キリスト教では、イエス・キリストの復活の日である日曜日を、主の日と呼び、日曜日を手術として礼拝している。私は、あなたの主なる神である。私の他に神があってはならない。あなたの神、主の名を見たりに唱えてはならない。主の日を心に留め、これを生とせよ。 あなたの父母を敬まえ、殺してはならない、勘引してはならない、盗んではならない隣人に関して偽証してはならない、隣人の妻を欲してはならない、隣人の財産を欲してはならない。古代イスラエルの人々は、自分たちの神はイスラエルをエジプトから導き出した神であるとしていた。時期通りに言うと、ヘブライ語聖書では銃の言葉であり、銃回に番号はついておらず、 十内市は十二の戒しめがひとまとまりをなしている。私はあなたをエジプトの地から奴隷の家から連れてきたあなたの神です。私の顔を差し置いて他の神々を思わないこと。神型にある甘根、ね、下方にある地、地の下の水の中にあるいかなるものをも彫像にしたり画像にしないこと。それに敬意を示したり世話しないこと。あなたの神の名前を無に返さないこと。 神聖な安息日を覚えること。6日間労働し、あなたの神のである7日目は労働をしないこと。あなたの父と母を大切にすること。殺人をしないこと。配偶者以外と性行為をしないこと。犯さないこと。他人について偽りの証を答えないこと。他人に対して欲張らないこと。岩波書店2000年旧約聖書2でエジプト切れべき。 木端富士子、山賀哲夫役、ありがとうございます。